四角そう四角い空心の隙間埋めるこの東の果ての島国へ再び来させられるとは。アーデルハイトの命とはいえ、この地に一体何があろうというのか。全てはあの最短のものの存在、その影なのだろうがな。今の私に欠けたもの、それを探せなどとぬるいこと。リヒトクライスの剣たる私にそのようなものは不要。切っ先の欠けた剣であるなら打ち捨てておけばいいだけのこと。先に虚無化した者の討伐、それにより出された一時の帰還命令、私の代を持ち、ついにリヒトクライスより捨てられるのかと思えば、アーデルハイトより語られた我が使命の真相、その一、この地にはびこる最短たるものを撃てと。そう、それでいいのなら、私はリヒトクライスの剣、全てをなぐべく鍛え上げられたグレンの剣、ただ切り裂き焼き払い、この身を返り血で赤く汚せばいいのだ。それこそが我が使命。今回は未だ姿を見せぬ最短への前哨戦、パラドクスの討伐。これをなせば神刀エーギスの封印は解かれ、我が身の炎、その全てを持ち、最短たるものを滅することができる。見せてやろうではないか、我が剣の切れ味を、我が炎の熱を、そして我が魂の渇きをな。聞けばこの地に残るアムネジアの幹部の者たちは、仲間の仇としてリヒトクライスの赤い魔女たる私を探している様子。くだらぬことだ。今宵全員ハイト化してくれよ。そしてオリエ・バラーディア、お前との決着も今日ここでつけられそうだな。本気の私だ。今までのような甘い戦いは望まぬことだぞ。もうこの地の夜も虚無もインバースも私には関係がない。全て等しく焼き尽くし終わらせるのだからな。この虚無狩りの前に姿を現す。ファーストクローズリバイド。エアやっちふっケチラはっさあ切り裂くフェアリーゲスはっフェアリーゲスはっつけたえっふっふっここかせやっさあ切り裂く続くぞやっはっふっはっ切り裂く避けろはっ捕まえて下を追いつけろ。さて、次はハイニステーワーグナーパーフェクトセカンドクローズディバイドハッセッハッセッハッ前ハッ反撃開始焼き払うキープアップヤッハッ焼き払う捕まえて攻撃しろスメリャッハッ反撃キリパッハッキリチュダメだシュラープデッツルゲイバリッワーグナー調子のこの手でウィナーワーグナー汚らわしい虚無が二度と我が前に姿を現さないことだ。オブリテレートタスクへ行こう。出会った不運を呪うがいい。ファーストクローズリバイド。レアレジウムオブリテレートタスクキリサッカッデカッパッキュッスメキュッかけるかタンスカッタン鉄筋をサッカッかけるかゴー危ない。いくぞタンキリサッカバリタンケチバラタンキリサッカ
次はファイナーワーグナー対立再組成セカンドクローズディバイドデッドアンキレまた障壁をさあ切り裂く進めかける危ない時間がたそれで終わり進め切り裂障壁を緊急回避ミーナ、ワーグナすべては権限の管理と統制のため悪用を目論むその目、済むまで赤いマントの騎士様、略すとどうだい？赤騎士、それも麗しき女性、魔女と呼べる可能性が否めない。今日の夜、それらしい人影の噂を聞いてはいたけれど、こうも早くに出くわすなんてさ。さて、参ったね、ロジャーのこと。僕は別段恨みの感情はないんだけれど、分かってて見逃したなんてゴルドーに知られたら何を言われるか。いや、僕が殺されてしまうかもしれないね。それはかわいそうだろ。知らぬことよ。知らぬ者がいかようになろうと私は知らぬ。なんならその者に殺される前に私がここで殺してやっても構わぬぞ。おっと、冗談が通じない人でよかった。真に受けられるとやりにくいからね。君に恨みはないけど、代理制裁だ。少々痛い目を見てもらおう。何、命までは取らない。うんじばって僕の仲間のもとに連行させてもらう。あれ、縛るロープと布団がもうなくなった。どう連れて帰ろう。聞いていた風貌、そしてその身より発せられる権限、漏れ出る殺気、手にした書、アムネジアの関係者であろうと推察してはいたが、自称ブラッディ・ケイアス、間違いなかろうな。まあ間違ってない。自分を自称だっていう自称には僕は会いたくないけどね。アムネジアを率い、我らよりその手に持つ金書を持ち出した者、いずれ切り裂くリストに収められているな。早くに取り返す機会ができてよかった。素直に返すのであれば、お前の命まではやらないでおくぞ。それは残念だ。このアジダハーカ、僕の手から離れなくてね。お返ししたくともできないんだ。それにこの本の所有権は口頭での交渉、了承により正式に僕のものになっている。とにかく言うのなら、この地のエグゼクターである彼女か、アーデルハイト様へどうぞ。それと、アムネジアを率いて奪ったってのは間違いだけどね。あの時点では僕の単独犯だ。飼い主の手から離れぬ魔の書か。よかろう。ならばその腕ごと切り落とすまでだ。どこまで本を手にしていられるか見ものだな。ファーストクローズディバイド。デッキュわかっ、いくよ。ケチラ前、ケチラデッドキッカケルヤッドケチラスレッドかき続けぞ前デッ今のはハッハッキリトッチキリトッチリフレクト今それでおくれ甘いね。いくぞキッド甘いね。今デッケチラその手を離す。キリパン。さすが。キリパン。分かって。スメッタ。僕が。なんで立ち上がっても同じ。ミーナ。ワーグナーよ。セカンドクローズ。ディバイド。
わかったか。権限の力とはこのように使うのだ。お前ごときに遅れを取ることなど万が一位もありえない。決着をつけようか。光の鉄槌を。ファーストフローズディバイド。カリアル。やっちゃって前へ重さやっちゃキャッチにせる切り替えてみせるやっちゃ油断しましたか引き荒らせカッコラシート落ちるそこかうんあるちゃって気持ちかけるキャッチに耐えてみせるそこ前へ重さうっさっつらヘアレーゲンやるそこ耐えてみせる舞い上がれカモいきます耐えてみせる切り裂きまだまだやっちゃって重さは耐えてみせろ進めてやっやった捕まえて燃え尽きろやりますいきましょうそれで終わり前へ前へどうしたゆうてウィナーワーグナーセカンドクローズディバイドいっしょにデバージョンスッハッハッシャリここから前へってあれスッハッキリッエアレーゲンやりますねスッ進めきますそんな前へやりますねかけるそんなスッ進め捕まえて追いつけろやりますねスッて前へあれスッハッスッ切り舞い上がる行くぞやっ耐えてみせるか耐えてみせるチラッで必死スッスッ防御見せてあげます。ああ！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 綺麗事などひとかけらも通じぬな。それともこの後に及び手を抜いたなどと言いはしまいな。命が惜しければ邪魔をするな。教えてやろう。ファーストクローズディバイド。くだらん。なかなか…死をかけまとえカンバシャッターすぐがんばらここだくだ落ちろ後期エア落ちろ前なかなかの腕カンバくだら砕けろデンスイクスデンチカッツズキソタンヤッ舞い上がれくだまりにも奇跡エアレーゲン捕まえて燃え尽きろなかなか…なかなかの腕なんで立ち上がっても同じだウィナーワーグナーセカンドクローズディバイドスカウト攻撃反撃かいくぞキュッサコそう前いくぞやったなかなかさっきケチラフッキタンフッかけここだかけるさっさっいくぞかけろ
ウィナー、ワーグナー。這い回るような濁った目、どのように生きればそんな目をするのだろう。お主、先の戦の際の火の心を持つ者か。このような場所で再び出会おうとは、武の神も粋な計らいをするもの。知らぬものだな。口ぶりからするとアムネジアのものか。権限の力、その存在をまるで感じない。貴様、何者だ？俺が何者であろうと構わぬことであろうよ。お前の眼前で口を開くはただ拳を振るうバカ者でしかない。なるほどな。私も剣を振るうのみの貴様と似たもの。お前もアムネジアのものなら虚無落ちの仇を願うもの。私の首を欲するものか。いや、その顔違うであろうとは思うがな。推察の通り、あの者と俺とは付き合いも短いゆえ、そういった深い情はない。ただ生き死んでいった者として平等なる憐れみは持つがな、虚無へ落ちたのは自身の弱さ、それを打てぬは友の弱さよ。嘆き悲しみ、どれだけ取り繕おうと割れた皿は戻らぬということ。お主の迷いなき立ち筋、称賛こそすれど敵討ちなどという負の念ありはせぬ。あの時お主の剣が振り下ろされていなければ、どのみち我が剣があの者の頭を貫いていただろう。いささか驚いた。敵だけがそう正しい感想を述べてくれるとは、笑うしかない。お前ほどの理解者をこの場でやらねばならぬというのは心苦しいものだ。それは願ってもいないこと。お主の剣、その修練、返す返す称賛という言葉以外ない。凄まじいものよ。だがお主を取り巻いたその横島なる炎、そちらはいささか気に入らぬのでな。我が炎が横島であると、随分言われたものだな。一族の誇りを汚すその言葉、お前の死ごときで償えるなどと思わぬことだな。我が師が昔言っていた、邪剣とは拳が横島なのではない、拳を振るう者が横島なのだとな。その身の炎で焼き崩れるがいい。お主にふさわしい最後、ことのついでではあるが、それを持ちあの者の敵討ちとしよう。俺にできるのはこれが限度だ。そうか、叶わぬ敵討ちとなろうがな、アムネジアの者は全て狩る。もとより穏便にする気などない。さらばだ剣の者、別れの挨拶は届かぬであろうからな。先に言っておくぞ。ファーストクローズディバイド、スッ、ワーグナセカンドクローズディバイド、一発、さっ、切りかける、ま
生まれて間もないことを考慮しても弱すぎるな。文化の交わりと切磋なき島国では、これも仕方のないことか。その我流で育つ偏った文化がこの国の得意であり強みであると聞いたな。お相手願いましょうか。試してみるか。ファーストクローズディバイド。よっさっきりさっきよ。それでもそこそこエレーゲン高くつくやっとキリソッ高くつくかやっと死をいらにウィンエレーゲン。それでもキリソッインサラホッシャーキャー。それで終わりよっこしょニフッ輝きよウィンエレーゲン。すべてやっとイントレーゲン。まだだお前の本気はそんなものか。ミナ、ワーグナー、セカンドクローズディバイド。いくぜ。それで終わり。ミナ、ワーグナー。このような連中との戦いから一体何を学べというのか。アーデルハイトのやつめ、やはり長生きで猛力し始めたか。桜井、村山、支度をしろ。次へ行くぞ。見せてあげましょう、年季の違いを。ファーストクローズディバイド。やりますね。やっやっ、それで終わり。よっよっ、爪が甘い。ケチラケチラかける。悪くはない。よっよっ、爪がプラペレーゲン。よっさ、爪がパン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 。やりますね。お前の本気はそんなものか。ミナ、ワーグナー、セカンドクローズディバイド。これキリソッ、いきます。キリソッ、前へ。爪がピカッ。やりますね。ルイス、やっ、落ちる。キリソッ、やりますね。落ちる。パン、セッ、お見通しです。バルク、やっ、パン、タン、爪が、やっ、セッ、セッ、爪が、セッ、タン、すべて、はぁ、キリソッ、セッ、これ以上、パン、チャーン、デッド、ロー、デッド、やっ、ブラー、やらず、パン、やっ、スライド、前、やりますね。のが、キリソッ、パン、よっ、やります、すべて、やっ、パン、ガン、ルーゲン、弱すぎる、この国の陰謀。ミナ、ワーグナー。もう喋る。正常なる我が炎で清められてその肉体、時期に迎えが来るだろう。
なんとも凄まじくもおぞましい苛烈な権限の気配よ。この辺りがパラドクスのジンドル深淵。ようやくたどり着いたな。あら、ご名答。お早いお月を歓迎するわ。あの時の私の仲間にとどめを刺してくれた仇、リヒトクライスの赤騎士。あんたがここにたどり着いたってことは、縁起道は破れたってわけね。ああ、そうだな。参謀というものもすでにこの世にはいないぞ。お前には見覚えがあろう。このご返却いただいた宝典に少々血で汚れはしているが、素直にお返しいただけていればな。な、ですって。ああ、惜しい連中だったけど、ま、弱者なんてそんなもんか。どいつもこいつもすぐ死ぬんだから、敵討ちの数が増えて面倒だったらありゃしない。3人分、この場でまとめて晴らしてあげるわ。晴れるか。4人目のお前が増え、さらに曇りが増すだけと思えるが。あら、そういう勢いって私大好きだわ。ずいぶん余裕そうだけど、あん時は私も疲れてたから見逃してあげただけ。今はほらこの通り、体調は万全だから存分に相手してあげる。ああ、あの時はお前がターゲットでなかったから私も見逃しただけだ。今宵の標的はお前のその首、いかなる状態であろうと倒す。ほんと生意気で面白い。あんたみたいなのの相手が一番やりがいがある。リヒトクライス本部への進行、まずはその第一歩として、あなたの袋、それも燃え残った骨を宣戦布告として送りつけてあげる。リヒトクライスの剣、虚無狩りワーグナー、どうやって無残に終わらせてやろうか。この勝負楽しみね。私は楽しくなどないがな、ただ目の前の掃除をする気分でしかない。ファーストクローズリバイド。アンキル出しなさい。いくよ。まるで逃げない。ハッキルハケルレーゲン、ケチラちゃって切り下せちゃいそう。無邪魔に、まるで来たらバレバレね。ケチラ動きなさい。レーゲン、持った、どうかな、せっ動きなさい。切り持った、今次はハイにしてやる。ウィナ、ワーグナー、セカンドクローズリバイド。スメッテッテハッフ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 ッ、容赦しない。さあ、切り返す。では、行くぞ。行くぞ。行きなさい。それで終わり。いかん。出しなさい。跳ねなさい。出しなさい。まるで二度。ここで終わり。怖いな。出しなさい。跳ねなさい。逃げやらせて。行くわ。ダン。ブレイクダウン。というのも面倒なものだ。ウィナ、ワーグナー。すべては権限の管理と統制のため、悪用を目論むなら、その目積むまで。おいおい、ヒルダ、
またお前さん、こんなとこで寝てるのか？グルト、来てはダメ。あんたまで、どうやらお前で最後のようだな、アムネジュ。そのいでたち、お前さんがリヒトクライスの赤い魔女だってのか？失礼な物言いだな、男。優雅さがない。女の口を割ろうとするのはマナー違反だ。喋らせたければその気にさせてみるものであろう。すまないが、俺は今自分を抑える余裕がない。お前さんがあの時俺の親友を殺した魔女なのか否か、てめえはそれだけ答えりゃいいんだよ。ああ、やはりあの時に居合わせたアムネジアのものであったか、親友であると。あの弱き者の親友であったとは難儀なものだな。それ以上口にするんじゃねえ。怖いな。しかしお前も分かっているのではないか。あの男は虚無に落ちた。もう人の領域には戻れなかった。力を求めて虚無に落ちる。心弱き亡者に現世人の声は届かぬ。悲劇が重ならぬよう被害を食い止め終わらせるのは我らリヒトクライスの使命だ。無限の苦痛、そこから解放してやったのは我らの情け。お前だってそう思っている。本心では私に感謝しているのだ。自分の手を汚さずに済んだのだから。いちいち勘に触る野郎だ。まったくその通りだよ。なことは俺だってわかってるけどな。それで「はいわかりました」で終わらせられる問題じゃないんだよ。あいつを救ってやれなかった。見殺しにしたわ。いや、死ぬしかない。死んでよかった。そんな最低なことを考えていた。お前をぶっ倒す。いや、俺の命さえもお前に終わらせてもらうのが望みなのかもしれない。いろいろ考えてたらわからなくなったんでな。一つ言えることは、てめえに全力でぶつかれば解決するんじゃないかってこと。そうか、それでお前が救われるのなら相手となろう。我が一門の紅蓮の炎、そのようなものを焼き払い送り救うためにもあるのだから。己の死に場所を探すために無謀で理不尽な戦いを挑むか。人の感情というのは本当にわからないものだな。ファーストクローズディバイド。
リヒトクライスの剣、フレイムタイラント、エリカ・ワーグナー、我が屍越えれば、この先一歩たりとて進めぬものと知れ。どうだ、今はの際に答えは見えたか。いや、その傷すでに返答できる体ではないか。苦しかろう、この場でお前に終焉を与えよう。友のもとへと行け。久しぶりにその顔を見せてやるとさぞ無念であったろうな。お前の思いも我が剣に刻もう。誓いの魂は共に戦場をかける。これで寂しくはなかろう。さあ、これで不満はなかろう。アーデルハイトよ、アムネジアの上部たる者たちは全て我が手で息の根を止めた。この地で悪事を企む者はもういない。いや、この国はこれをもって我らリヒトクライスの地となろう。遥かなる大昔、侵攻の際に敗北を喫して以来、かねてより悲願、こうして成し遂げられたお気持ちはいかがなものであろうか。ぜひお聞かせ願いたいものだ。なあ、アーデルハイトよ。ひとまずの終わりか。ここが開始であると言うべきであろうかな。アムネジアを滅ぼした今、リヒトクライスの剣として抜き放たれたこの身は、また次なる戦場へ赴くまでの間、しばし鞘へと収められるだろう。次なる夜に再び抜かれる剣、その切っ先が向くのは、宿の炎ども、英豪の兄弟、我らの悲願、最大の呪いを投ぐ日がついに訪れるということだ。我は主の命に従う者、主の意志のままに振るわれる剣、切り倒すことこそが喜び、足りぬ者探しなどという遠回りは不要だ。教えてやる、アーデルハイトよ。お前にリヒトクライスに本当に必要なもの、それがこの私であると。さあ、降りてこい、この夜へ姿を現せ。我が前に最強たる権限の使い、英豪たるリバースよ。剣としての我が存在、その必要の証として。
ゲームオーバー。